奈良女子高等市範学校は、1908年、奈良市に設立された管理の女子高等、師範学校である。略称は、奈良女子高士。1908年、東京女子高等市範学校に次ぐ日本で、第二の女子高等市範学校として設立され、女子中等学校の教員要請に当たった。廃止時点では東京及び、広島と並ぶ、管理三女子高の一つであった。 学科は、文科、理科、家事科が設置され、修行年限は、本科が3年8ヶ月であった時点。戦後の学生改革により発足した、新生奈良女子大学の構成母体である。同窓会、佐保会は、奈良女子大学と共通の同窓会となっている。1930年頃の奈良女子高等師範学校、明治中期までの高等女学校。 女子主犯学校等の女子中等教育学校の教員要請は東京高等師犯学校から1890年に独立した東京女子高等師犯学校が当たっていたが中等教育拡充に伴う女子中等教育学校教員の需要が増大したことを背景に1898年には近畿に第二女子高等師犯学校設立構想が固まった 1890年代より東京美術学校文校の誘致計画を進めていた奈良市は1900年頃にその計画が頓挫すると第二女子高等師範学校の誘致に目を向けた。1908年3月2番目の女子高等師範学校として奈良女子高等師範学校が設立された。設立当初の奈良女校は東京女校と同一の組織を取らず、 余科本家生を取り、本家を国語漢文部、地理歴史部、数物科学部、博物家事部の四部構成としたが、1914年の規定改正で、東京女講師と同様に余科を廃止し、文科理科、家事科の三学科生に再編された。1912年、付属小学校、付属高等女学校、ついで付属幼稚園を付設施行者において、 幼児保育を開始した。設立以降東京女校士ともに多数の女子中等教員を全国に供給し続けると共に管理学校中女子学生にとっての最高学府と位置づけられており戦前期の女子教育にも大きく貢献した。戦後の1946年奈良助講師は奈良女子帝国大学として単独での大学昇格を目指したが学生改革における 新生大学以降に際して、占領軍から、国立大学は一県に一大学の方針を示され、同じ管理学校で、奈良学芸大学に移行する奈良市範学校などとの統合を迫られた。しかし教員養成課程及び、付属学校園を、ほぼ完備していた奈良女高市側には、市範学校と統合して、新生大学に移行するメリットはなく、結局のところ、 奈良女子大学として、単独での新生国立大学への移行を達成した。1952年最後の卒業式と共に廃止。旧奈良女高志本館主営室1908年の設立時、コーチは奈良市北魚屋西町に置かれ、新生大学への移行まで維持された。助校士のコーチは奈良女子大学のコーチとして引き継がれ現在に至っている。 かつての奈良女高市本館は奈良女子大の本部棟、坑道として使用されたが、1980年代、新しい本部棟と坑道が建築されたため、奈良女子大学記念館となり、1994年から国指定の重要文化財となった。またこの時、旧女高師以来の主演室、正門も国指定重要文化財となり、現在に至っている。文化財の指定には至っていないが、 正門脇にかつて法案殿として使用されていた建物が現存している。ありがとうございます。